ついにブラックホールド直接撮影に成功。その快挙に迫る。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり紀行はブラックホールの直接撮影に成功した快挙について紹介していこうと思います。2019年4月、日本を含む国際研究チームがブラックホールの直接撮影に成功したと発表しました。いわゆるイベントホライズンテレスコーププロジェクトの研究成果です。このプロジェクトには世界13カ国から200人以上の研究者が参加しています。もちろん日本からも国立天文台等たくさんの研究機関が参加しています。それにしてもブラックホールの直接撮影に成功するなんて本当にすごいですよね。まさにノーベル賞級の快挙です。今回はこの人類史上初ブラックホールの直接撮影に成功したイベントホライズンテレスコーププロジェクトの快挙について詳しくお話ししていきたいと思います。どのブラックホールの直接撮影に成功したの？国際研究チームが直接撮影に成功したブラックホールは、地球から5500万光年の彼方にある楕円銀河 M87 の中心にある巨大ブラックホールです。これまでも各銀河系の中心には巨大なブラックホールがあると考えられてきましたが、今回それが直接確認されたことになります。その意味でも今回のブラックホールの直接撮影の成功は快挙と言えます。ところでブラックホールはその強大な重力のために光さえもその中から出てくることはできません。ということはブラックホールを直接撮影することは不可能にも思えます。では国際研究チームは M87 の中心にある巨大ブラックホールの一体何を直接撮影したというのでしょうか。キーワードはブラックホールシャドウです。ブラックホールの周りには数百万度にもなるプラズマの渦があります。ブラックホールの周りの星間物質は円運動をしながら次第にブラックホールに飲み込まれていきます。この時星間物質同士が激しく擦れ合うために、星間物質は摩擦によって超高温になりプラズマ化します。ブラックホールの周りにはこのような超高温のプラズマが渦巻いているというわけです。そしてこのプラズマの渦は超高温のために強烈な電磁波を放っています。ところがブラックホールには強大な重力があります。このためこのような超高温のプラズマが放つ強力な電磁波も一旦ブラックホールに吸い込まれてしまうとブラックホールの外に出てくることはできなくなります。ということは、そう、ブラックホールに近すぎるためにブラックホールに飲み込まれて電磁波が出てくることができない部分がプラズマの渦の中心にできることになります。これがブラックホールシャドウです。例えば真っ白な紙に小さな円を描いて黒く塗りつぶしてみてください。黒い円の部分は光を反射しませんが、周りの紙が白く光を反射するためにちゃんと黒い円が見えますよね。これと理屈は同じです。国際研究チームは M87 銀河の中心にあるこのブラックホールシャドウの直接撮影に成功したというわけです。国際研究チームが発表した画像にはプラズマの渦の中心に黒々としたブラックホールシャドウが映っています。そして実際のブラックホールの大きさ、地表の地平線の大きさはこのブラックホールシャドウの中心部分の4割程度だと考えられています。ブラックホール自体はブラックホールシャドウよりもかなり小さいというわけですね。それにしても私が生きているうちにまさかブラックホールを直接撮影した画像が見られるとは思いませんでした。まさに驚きです。どうやってブラックホールを直接撮影したの？ではどうやって不可能とまで言われてきたブラックホールの直接撮影に成功したのでしょうか。キーワードは地球規模の巨大電波望遠鏡です。電波望遠鏡は電波、電磁波の一種を観測しますが、電波は一種の波です。波はお互いを強め合ったり弱め合ったりする性質があります。これを波の干渉性と言います。
そしてこの波の干渉性を利用すると複数の電波望遠鏡をあたかも一つの大きな電波望遠鏡であるかのように機能させることができます。イベントホライズンテレスコーププロジェクトではこの方法を使って次の8つの世界中の電波望遠鏡をあたかも一つの地球規模の巨大電波望遠鏡であるかのように機能させてブラックホールの直接撮影に臨みました。アペックス、チリ、アルマ望遠鏡、チリ、 IRAM30m 望遠鏡、スペイン、ジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡、アメリカ・ハワイ、アルフォンソ・セラの大型ミリ波望遠鏡、メキシコ、サブミリ波干渉計、アメリカ・ハワイ、サブミリ波望遠鏡、アメリカ・アリゾナ、南極点望遠鏡、南極。それにしても南極の南極点望遠鏡まで含まれていますね。まさに地球規模の巨大電波望遠鏡です。ちなみにこの8つの電波望遠鏡のうちでも最も高い性能を誇るアルマ望遠鏡の運営には日本も参加しています。日本も頑張りました。こうして得られた観測データはマックス・プランク電波天文学研究所ドイツとマサチューセッツ工科大学のイスタック観測所アメリカに集められてスーパーコンピューターを使って処理されました。どうやってブラックホールの画像を作成したの？しかしこれで全てが終わりというわけではありませんでした。もう一つ大きな問題が残っていました。実は世界規模の巨大電波望遠鏡を使っても撮影できたのはブラックホールの一部でした。そのためその実際に撮影された一部からブラックホールの全体像を推定する必要があったのです。そこで国際研究チームは4つのチームに分かれ3つの異なった手法を使ってブラックホールの全体像の割り出しに挑みました。そして日本もその中の1チームとして参加し大きな貢献を果たしました。日本チームが使ったのはスパースモデリングと呼ばれる手法です。スパースモデリングとは少ない情報から全体像を的確に推定する手法です。こうして3つの異なる手法で得られた結果を突き合わせてついにブラックホールの全体像の推定に成功しました。国際研究チームが発表したブラックホールを直接撮影した画像はこのようにして作成されたというわけです。そしてその結果次のような興味深いことが分かりました。ブラックホールシャドウの大きさは1000億キロメートル。太陽から海王星までの平均距離の約22倍。ブラックホールの大きさは約400億キロメートル。ブラックホールの重さは太陽の約65億倍。想像ができないようなレベルの数字ですが、それにしても太陽の約65億倍とは本当にびっくりしました。まとめ。では最後に今回のお話のポイントを簡潔にまとめておきましょう。2019年4月、日本を含む国際研究チームがブラックホールの直接撮影に成功した。それは世界中の8つの電波望遠鏡を結んだ地球規模の巨大電波望遠鏡によって実現した。またその観測によって得られたデータからブラックホールの全体像を推定するにあたってスパースモデリングという手法を使って日本の研究チームが大きな貢献をした。その結果ブラックホールの大きさ重さなど様々な興味深いことが分かった。ところで実は上述した地球規模の巨大電波望遠鏡が観測したのは M87 銀河の中心にある巨大ブラックホールだけではありませんでした。同時に私たちのこの天の川銀河の中心にある巨大ブラックホールも観測しました。現在国際研究チームはこの観測結果を鋭意分析中です。近い将来私たちのこの天の川銀河の中心にある巨大ブラックホールの画像が公開されるかもしれません。研究の進展が本当に楽しみです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。私の友達このグ
レイのお面の前にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてくださいね。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。